17日の日曜日、相模川昭和橋近くの河川敷を会場に大規模な水防演習が行われました。これは水防活動に従事する人の技術向上を図ることなどを目的に、2年に一度相模川など沿岸の市や町で行われてきたもの。堤防は警戒水位を65センチ突破、昭和橋下流付近は刻々増水中であります。どうぞ。今回は大型台風が間もなく神奈川県に上陸するとの想定で始められ、参加した地元消防団員ら430名は刻々と変化する状況に応じて土のう作りや土のう積み、シート張りなど堤防決壊を防ぐ作業や仮設橋の組み立てなど様々な訓練が披露されました。続いては中洲に取り残された被災者を救助する水難訓練。ホバークラフトやヘリコプターも出動して本番さながらです。このような水防演習の実施は相模原市内では8年ぶりのこと。炎天のもとキビキビとした訓練が続きました。同じく17日、上流の高田橋付近では釣りに親しむ集いの釣り教室が開催されました。皆さんおはようございます。おはようございます。これは釣りを通して相模川との触れ合いを深めてもらおうと相模川を愛する会が毎年行っているもので、この日は親子連れからお年寄りまで25名が参加しました。大物を釣り上げていただきたいと思います。釣りは1にポイント、2に餌、3に仕掛けと言われ、まず餌になる水生昆虫を捕まえることから始まります。さあ、講師の指導のもと山辺早釣りに挑戦です。この日は水量が少なく水温も高めとあいにくのコンディションでしたが、参加者たちは型の良い魚をたくさん釣り上げていました。私今ご紹介いただきましたように、素敵に相模原女性週間の中の7月7日8日の2日間相模原市民会館などを会場に相模原レディースフォーラム94が開催されました。今年は第5回女性問題全国都市会議と合わせての開催。全国の女性行政関係者と市民合わせて1200人が参加しました。男女共同参画型の社会、男女共同の社会。今回のテーマは自分らしく共に家族共に社会、男女共同参画型社会を作るために、働く仕組みだとかそういったことで女性と男性が平等にならなければいけない、これももちろん当然のことなんですけども、それと同時にシンポジウムの席上で中央大学教授の広岡森穂さんは、女性が社会に出るためには男性の家事参加が必要と訴え、多くの賛同を得ました。社会を作るということにはなっていかないだろう。確かに女性が安心して社会に進出できる環境を作るためには、子育てや食事の支度など家庭内における男性のサポートが不可欠と言えます。ここは相模原市東林間にある佐藤さんのお宅。午前6時、朝食の支度が始まっていました。料理や子供たちのお弁当を作るのは夫の和也さんが担当です。和也さんは日本では数少ないビオラダガンバという楽器の製作者。
妻の桃子さんが学校の先生をしているため、自宅が仕事場の和也さんが家事全般を受け持つようになったといいます。私たちは結婚する前からお互いに、自分はこの仕事で生活をしていきたい、この仕事のプロフェッショナルになりたいというものを強く持ってたもの同士だったもんだから、まあ、ワイフを私の、まあ、嫁さんとして選ぶにあたっては、やはりワイフが持っているその仕事に対してもね、理解を示してやはり協力していかなくちゃいけない、ね、そう思いました。お兄ちゃんのお弁当このぐらいでいいかな。6時半、息子の千春くんと千曲くんが起きてきました。2人とも中学生です。母である桃子さんにとって、女性が社会に出て働く上での一番のネックはやはり子育てだといいます。やっぱり子育てでしょうね。子育て時期に協力してくれる人がいるかどうか。だいたいこうお年寄りが昔はね育ててくれたんだろうけど、今は各家族ですからね。だから夫である人とかが協力してくれるとかなりね楽だと思うんですけどもね、仕事を十分できるんじゃないかなっていうふうには思いますよね。桃子さんが出勤していくと、アトリエでは和也さんの仕事が始まりました。我々にね、男女っていうのをね、いい意味でも悪い意味でもね、我々にこうはっきり分けてこう考えて、いつの間にか仕事の言葉遣いも全部、女の人はこういう仕事を、男の人はこういうことをすべきでないとかって、それがこういうことをしたら男として伝わるとかね、そういう考え方が今までないことあって、今急にね、それをなかなか捨て去るとか、それから目をこう離すとかってなかなか難しいですよ。だからあんまりこう妻を大事にするとか、家庭をこう協力して守るとかっていうよりもね、そんなに大げさな考えじゃなくて、お互いに寒そうに震えてる人がいたら持って毛布を持ってってかぶせてあげるという、まあそういうような基本理念を私は、まあ、一応持ってますけどね。共働きの家庭にとって保育園はなくてはならない施設。ここ東林保育園では0歳児から5歳児まで150人の子どもたちを預かっています。この園児たちの家庭もそのほとんどが共働き。夕方になると次々にお母さんたちがお迎えにやってきます。しかしこの送り迎えをお父さんが担当している家庭も少なくありません。高原さんのお宅もそうしたご家庭の一つです。それ何？夫の俊明さんの仕事はミシン会社の設計技師、妻の清美さんは保険会社の営業です。清美さんは長男正弘くんの出産で一度は勤めを辞めたそうですが、その後自らの意思で再就職の道を選びました。好きなんですよね、仕事自体が。それでまあ家事もしたいし育児もしたいし、仕事もやはりやりたい。その3つが、3つをやってこそ自分が生きてる証拠みたいな感じで、かなり厳しいんですけれどもね、その外交員っていうのは、営業っていうのはいろいろとノルマが決まってますし、でもそんな中で自分を本当に磨きたいなと思ったんです。小学1年生の雅弘くんは夕方まで学童保育、次男の幸喜くんは9ヶ月から保育園、としあきさんは会社がフレックスタイム制を導入したこともあり、家事を手伝える時間ができたといいます。こっちおいしい？お互いにこうカバーできるところを
カバーし合いながら、で私も別に家庭べったりっていうわけじゃないですから、もちろん仕事してますから、お互い仕事もしてる、でそれを家事だけを女性に任せるっていうのは、それはちょっとおかしいな話でじゃないかなっていう感じを私は持ってるんですよね。だからそれはお互いに仕事をして、じゃあ家事も同じようにお互いがカバーし合えるところをこうお互いやっていきましょうと、そういうふうな感じを持ってますけどね。相模原市内の公民館では男性を対象にさまざまな講座が開かれていますが、これは東林公民館を利用して行われている料理サークルじゃがいもの会。このサークルは公民館の講座が発展して結成されたもので、毎回たくさんのお父さんたちでにぎわっています。メンバーの一人、長野さんのお宅も共働きの家庭。夫の清高さんは会社勤めで、妻の春代さんは自宅で学習塾を開いています。お願いします。旦那の稼ぎが悪いんで塾やってまして、生徒50人ぐらい教えてるんですね。で小学生から中学生までやってますんで、昼間小学生で夜間が中学生なんですよね。だから夜も10時過ぎまでやってるんで、日曜日ぐらいはまあホッとしたいという、まあ口では出さないけどね、体が動かないみたいで、いつもトドみたいに寝てますんで、まあ昼とか夜の支度はね、自分が私がまあ大体やってます。でメニューはまあ自分で考えながら、あんまりテキストは見ないで作ってますか。冷蔵庫にあるものと買ってきたものを組み合わせましてね、だまだ 4,50 種類は多分作れると思います。ここで教わったのも結構 やりますね。長野さんのお宅では、ここで学んだことが実際に生かされているようです。女性も社会に進出して仕事を持つ、当然その男は逆に家庭に戻っていって、それで家庭の役割をこう担うということをやらなければ、これは女性ばっかり負担が重くなりますよね。家庭でその料理を作ったり、お皿を洗ったり、それから子供の面倒を見たり、そういう家庭の中での役割を持つ、それはもちろん大事なことです。だけどもそれと同時に、その相手も一個の独立した人格なんであって、でフリーに自由に生きたいっていうやっぱり気持ちを持ってる、でそれは非常に大切なことなんだ。でそれをともかく根本的に尊重しない限りは、その社会にそもそも進出していったって意味がないんだっていうくらいのね、その自覚がやっぱ必要じゃないですか、男性の場合に。女性の社会進出が進む今日、社会でも家庭でも今本当に求められているのは、男性の理解とサポートではないでしょうか。